なんだろうな、セミンノさん。さあ、電話の声はなんか焦ってるみたいだったけど。セミンガさん、来ましたけど。おお、待ってた。今手離せねえから勝手に入ってきて。失礼します。あ、これ以上脱げなくて。本当に手が離せない。ちょっと焦りすぎちゃってさ、ダッピオ、背中の割れが不十分だったみてえで脱ぐの早かったかな。早かったかなって、まだ4月ですよ。セミの脱皮って夏ですよね。あ、お前が言ってるのは羽化のことだろ。は？セミは幼虫の段階で何度か脱皮すんの。そして最後の脱皮で幼虫から成虫に変態すんの。それを羽化と言います。へえ、知らなかった。そんなに何度も脱皮するんですか？らしいよ、聞いた話だけどね。俺は今回初めての脱皮だから。つうか俺はセミ怪人であってセミじゃねえけどな。あ、でも手が使えないのによく電話できましたね。いや、抜こうと思えば手は抜けんの。ただ腕でガードしてないと脇腹に抜け殻が食い込んですげえ痛いんだ。でさ、悪いけど1号さ、携帯取ってくんね。え？ここ抜け殻の中にはもう落としちゃってさ、お前に電話したから。はあ。うわ、ベトベトですよ。これ使えるんすか？拭いてくれる？そこに濡れティッシュあるから。1枚だけな。2枚連続で出てきちゃうからちゃんと1枚だけ切ってな。で、俺たちは何をすればいいんですか？2人がかりで殻を引き裂くんですか？無理無理無理、俺の殻はフロシアイム1、2を争う防御力だから。それに足の方はまだ本体とくっついてるとこあるし。でさ、あの、そこのカゴにタオル入ってっからさ、ここのところ腕と殻の間にタオル挟んでくんね、クッションとして。どうです？おお、かなり楽になった。あと、そのペットボトル取ってくれる？おお、どれくらいで脱皮できそうですか？え、わかんねえ。脱皮初めてだし、知り合いに脱皮する怪人いねえしな。明日までかかったらどうしよう。今夜寝れねえじゃん。この状態じゃ仰向けにも横向けにもなれねえしな。自分の体重かかっちゃいますもんね。早く脱皮できる方法ないか本部に問い合わせてみたらどうです？でも俺本部の番号知らねえんだ。お前ら知ってる？いや、携帯には入れてないんで。バンプ様は？武器商人との打ち合わせで遊園のシャロワールに行ってます。98円ショップの上の。あ、そうですそうです。電話してみましょうか。いい、バンプ様の手を煩わしたくねえし、直接アジト行って調べるわ。あれ、本部の番号書いてないよ。あ、そうか、本部の情報はトップシークレットだから。やっぱりバンプ様じゃないと分かりませんね。仕方ね、帰るまで待つか。おいら知ってるぜ。その声、天井？なんか形も口調も変わってね。本部の番号ならおいらわかるぜ。なんでトップシークレット知ってんだよ。こんなところにトップシークレットが。あ、お疲れ様です。私、川崎支部の戦闘員なんですけれども。あ、どうもお疲れ様です。ちょっと怪人の脱皮についてお伺いしたいことが。わかりましたよ。お風呂に入るとかなり早く脱皮できるそうです。マジっすか？おいら知ってたぜ。温めるのがいいらしくて。じゃあ悪いけど風呂沸かしといてくんね。ギー、ただいま。ごめんね、遅くなっちゃって。無理無理、ダメ。もう入れないって殻が邪魔で、ほら痛い。もう何してんの？3時間後、セミンガは無事脱皮したのだ。アニマルソルジャーフリーマーケット。いらっしゃい。はっけはっけ。ピーちゃん、それはあの国が買いに来ちゃうよ。まさに至福の時よ。なぜなら今月号は新人怪人特集号。今年の春、フロシャイムに加入した新たな悪魔どもの顔が拝めるのだからな。へえ、俺にも見せてみろよ。む？お前は我らが宿敵天体戦士サンレッド。
うっせえよ、いきなりでかい声出しやがって。どれどれ。なんだよ、今年もろくなやつが入ってねえな。お、こいつ良さそうじゃん。え、どれどれ。身長3メートル、根から破壊光線、ミサイルの近距離攻撃も通用しないったってよ。あ、本当だ、すごい。本当だじゃねえよ、てめえんとこの怪人だろ。お前こういう骨のあるやつ連れてこいよ。でもその子本部規模で入った子だから無理ですね。なんだよ使えねえ。やっぱり無理ですね。そういやさ、え、お前らの本部ってどこにあんだ、東京。あ、いえ、それはそのトップシークレットなんで。それはね。はあ、何がトップシークレットだよ。台所のホワイトボードに電話番号書いてあんだろ。市外局番から住所割り出せんじゃん。あ、確かゼロ。あのレッドさん、その件は見て見ぬふりの方向でね。何焦ってんだよバーカ。っていうか、んなことどうでもいいんだよ。本当に知りたきゃ、おめえを締めて口を割らせる方が早いんだからな。あ、そっか。キー、お話し中すいません。何、イチゴくん。これこの前の打倒レッドさんの決起集会の飲み代の領収書です。あ、はいはい。領収書。何、お前らそんなんいちいち出してんの。ええ、もちろんですよ。だって経費の申告しないとお金出ないですから。経費出んの、本部から。もちろん。そりゃ出ますよ、組織ですから。その辺は経理部が税金のこととかちゃんとやってますから。まだ私たちも国に守られてる立場ですし。税金、早く税金なんか払わなくてもいいようになりたいですね。そうだよ、世界征服すればそういうこともしなくて済むんだから、頑張らないとね。バンプ様、佳代子さんからこれ届きました。佳代子。あ、はいはい。なんだ佳代子からって。保険のパンフレットですよ、ほら。お前保険入んのか。私はもう入ってますよ、これはみんなの分。ほらこれ、スポーツ選手でも入れる保険だって。体を張る仕事だからみんなでも審査通るかもしれないって、佳代子さんが。会議費と交際費ってどう違うんですか。お前らって悪の組織なくせにちゃんとしてんな。何のことかさっぱりわからん。収入のない人は確定申告なんてしなくていいのよ。え？天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。バンプとかよこのさっと一品。ハロー皆さん、トゥデイズクッキン。今日の料理はアメリカンドッグ風ホットケーキ。え、アメリカンドッグ風ホットケーキ。両方とも生地はほとんど同じだから2つを一緒にしてみたの。じゃあ材料の紹介。ホットケーキの素、牛乳、バター、ソーセージ3本、とろけるチーズ、ケチャップ、マスタードです。まずボウルにホットケーキの素と牛乳を入れて生地を作ります。これをダマができないようによく混ぜましょう。次にソーセージを切って、フライパンでバターと一緒に軽く炒めます。火が通ったらさっき作った生地を流し込みます。火加減はごく弱火でゆっくり焼いてね。あ、表面に気泡が浮いてきた。この泡が固まってきたら火が通ってきた目安だよ。ひっくり返して。お見事。いえいえ、反対側もじっくり焼いてね。最後にチーズを乗せて、溶けてきたらお皿に移して、ケチャップとマスタードをかけて完成。アメリカンドッグ風ホットケーキ。バンプさんらしいですね。さっぱりしたアメリカンドッグみたいな味ですね。油で揚げないからヘルシーね。ソーセージを炒めるときバターを使わなければさらにヘルシー。ヘルシーヘルシーって悪の組織の幹部が。はい奥さん、本日のご紹介はこちら、万能シャープナー。包丁をちょこっとこするだけで切りにくいトマトもスッパスパ。おお。この万能シャープナー、実は研げるのは包丁だけじゃないんです。なんとハサミも研げてスッパス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 パ。うん、その通りだ。待ってろ。